はい、本日はですね、こちら買ってよかったもの5月編、4月編をやっていきたいなというふうに思います。ということで、先月ちょっとやらなかったんでね、先月分も合わせてこちらずらっと並ばせていただきました。先月だったらロンティのジョンスメドレーっていう超高額なねニット、これ3万5000ぐらいのニットも購入したし、あとアークのねロングパンツ、この紙パンツってやつもね購入したりはしたと思うんですが、それらを含めて何が良かったんかっていうところをね紹介したいなと思います。本日の流れとしてですね、まずトップ3、2位から行って、次番外編2つありますので2つお話します。でその後に戻ってきて第1位という順番にいきたいなと思いますので、今回はいずれにしても全て洋服関係です。番外編も洋服というか身だしなみ関係になってるんで、そんなところでね見ていただければなというふうに思います。ということで、まずはですねトップ3位、今月買ってよかったもの第3位というのはですね、ズドン、こちらのアークテリクスの初のロングパンツを購入させておきました。ガンマ SL というパンツになってまして、これ結構ね僕レビューさせてもらった時に、あ俺も買おうかなとかね、あちょっと気になるなっていう方がね多かったみたいで、そういうお声よく聞いております。ちょっとあれどうなんですか、ほんまにいいんですかとかよく聞いていただいたりしてるんですけど、これはねいいんです、めちゃくちゃいいんです、ということで、まあ一回とりあえず履いてみましょう。さてこのね下の方を見てもらおうと思います。分かりやすいようにちょっとインしてますけどもね、これねめちゃくちゃ良くて、何が一番良かったんって言われたら、こう今までアウトドアのパンツ、ロングパンツ買った中で一番ストレッチ性あるんですよ。だからどんな時に使おうかなと思ってるかっていうと、来週からねちょっと北陸の方1週間行くんですよね。でその北陸1週間行く時に、車の中ってやっぱ楽な姿勢の方がいいじゃないですか。車で行くんですけどね、トータル2000キロぐらい移動するんですけど、そういった時にスウェットとかやとちょっと暑いなってなるじゃないですか、今の時期やったらね。っていう時にこのパンツやったら、もちろん車の中でも快適に履けるし、なおかつこうやってねちゃんと外にロンティーとか T シャツ出してあげたら、普通に街中の街着としても履けるじゃないですか。だからそういったね使い方していこうかなということで、履いてて楽やし、さらに街中でも履けるし、こう普段着としても履けるっていうところで、めちゃくちゃこれ汎用性高ないですか。だからええなと思ってるんですが、迷ってるそこのあなた、これもかなり数ないらしいので、ちょっともうこの現時点でなくなってる可能性はあるんですけども、まあなんつったってね、今日先月出したやつやから、もう今5月末やつないかもしれないですけどね、もし気になる方一応下の動画説明欄にあれば貼っておきますリンクをね、なかったらもうすいません。そんなところで、この第3位というのはねこちらのガンマ SL パンツということになってきました。では次第2位に行きたいなと思いますが、このままいきますよ。第2位というのがですね、こちらのアブガルシアのショーツになっております。でこれはねつい最近知ったばっかりやから、アブガルシアってこれ何の名前なんと思ってたんやけども、釣りメーカーなんですよね。この釣りメーカーのパンツで、いかにも釣りメーカーらしいこうギアっぽいポケットがこういっぱいあったりだとか、このナイロンの素材感とかもねちょっとこうシャリシャリしてるというんかな、こうなんか多分ナイロンやったと思うんですけどもね、そうですね、このようにねナイロン100なんですけども、ちょっとね他のアウトドアメーカーとは違ったこの質感というか、シャリシャリした感じっていうのが今までね僕持ってなかったんで、あこういうのも意外といいなと思ってね、まあ、ちょっと一回履いてみたいなと思います。はい、まあ、こんな感じでいかがでしょうか。今まではもうちょっと細いショーツ履いてたんですよ。パタゴニアのショーツとかってもうちょっと細い感じじゃないけども、ちょっとこうゆったりした感じなんで、ね、結構この間からね隙間から風が入ってくるんで涼しいんですよね。でそれでいてポケットもいっぱいあるし、こう見るからにギアっぽいねイメージが出てくるし、男のなんかミリタリー感があるというか、だからねこれを釣りの時に履くんかどうかわからんねんけど、街中としてはね全然問題ないんじゃないかなというか、むしろちょっと新しい感じで、自分としてはちょっと新しい一面があってね、ちょっと気に入っております。なのでこちらをね第2位ということにさせていただきました。これやったらちょっと足太い人とかでもね全然入ると思います。横も結構余裕あるんで、まあ、足の細い人から太い人まで全然誰でも合わせるようなね、メンズっぽい感じの、ショーツになってるのかなっていうことが第2位です。で次ね第1位に行きたいなと思いますけど、第1位に行く前に番外編行きたいなと思います。番外編ねこれ良かったなっていうのがね、比較的ねこれね気に入っちゃって、僕嫁にも買ったんですけどね、何かというと、こちら紐になっております。スニーカーとかってこうパッと見たりしたら紐が汚れてるだけで結構汚いイメージって出てくるじゃないですか。でようよう見たらソールとかも汚いねんけども、そのソールの汚さよりも紐の汚さの方が先に目に行っちゃうんですよね。で特にバイクなんか乗ってたらよく紐汚くなるんですよ。でそんな時はねこれただ紐ポって買ったらね、何ぼやったかな、690円でね買えるんですよ。で一応100センチ、120センチ、140センチ、160センチって紐の長さがあるんですけども、まあバンズやったら100センチで全然いいと思います。それ以上あるとね長くなってね地面ついちゃうんですけど、これ1個買えるだけでね一気にちょっと雰囲気変わるじゃないですか。で履いてる自分のモチベーションもね、あちょっと新しくなったなっていうのもあるんで、これは白以外にもいろんな色があって、青とか黒とか黄色とか緑とかピンクとかいっぱいあったりするんですけども、ちょっとしたイメチェンというか、こう自分の中でちょっと気持ちが高ぶるというかね、あ新しくなったなっていうのがねこう嬉しくなっちゃうので、
僕が買った後に嫁もね欲しいって言ったんで嫁にも買ったんですけども、紐を通すのはもちろん僕の仕事でございます。買うのも僕の仕事、紐を通すのも僕の仕事で、履くのだけ、嫁さんの仕事ということになってますので、まあ、そういった形でね夫婦の関係性が出てくるんですけども、そういったあのスニーカーの紐がね良かったということが番外編1つ目で、番外編2つ目というのは何かというとですね、先月あたりからちょっと気になってることありませんか。僕をパッと見てあれなんかいつもと違うなって、それはもうお気づきですよね皆さん。何かというと、そう、ヒゲがなくなってる、あの殿様ヒゲというと言われたちょびヒゲがねなくなってるということで、これなんでなくなったんっていうとですね、特に理由はないです。それ飽きてきたということで、なんか剃ってみようかなと思って剃ってたんやけども、僕ヒゲ剃るのって人生でしたことないんですよ。だからね荒れるから剃りたくなかったんやけども、もう剃らなしゃあないと思ってね T 字で剃ってたらね、もうめちゃくちゃ血とか出てくるんですよね。でこんな血だらけになってみんなヒゲ剃ってんのと思ってたらですね、シェイバーがあるんですね。でシェイバーを買ったんですけど、このシェイバーが1万円ぐらいだったんかな、なんかわからないけども、ビーだったらまあ綺麗に剃るのはもちろんそうなんやけども、それ以上に洗浄もしてくるんですよ。でアルコールで中綺麗につけるから、こう使いっぱなしのやつって自分の親父のやつとかもそうなんやけども、なんかちょっと汚くねっていうイメージなんとなくあるじゃないですか。皮脂とかついてるし、こう口周りやがちょっと汚いイメージあったんやけども、毎回毎回綺麗に、ね、洗浄してくれるんで、清潔な状態でシェイバーを使い、そしてお肌も綺麗になると、30代からそういったところまでね、綺麗にしていく必要があるんだなっていうのをね感じたので、こちら番外編として入れさせていただきました。もう1回買えばもうずっと1年とか何年か使えるじゃないですか。だからこれはね買ってよかったなと思うし、ヒゲ生やさへんのって言われたら、まあまた生やすかもしれんし、ちょっと今はね何とも思わないんですけど、またまた気分でねその辺をやっていきたいなと思いますので、今回は、番外編紐、そしてヒゲ剃りということでね、この2つを選ばせていただきました。ではね第1位に行きたいなと思うんですけど、第1位、はいはい、卓造のことやからどうせあれやろうと思った方もいらっしゃるかもしれませんけど、違います。皆さんが思ってるのとはおそらく違います。それは何かというとですね、こちらズドン、ワイルドシングスのベースショーツというこちらショーツになっております。もう今回はね第3位からもう全部パンツになってたんですけども、ロングパンツ、ショートパンツ、ショートパンツということなんですけどもね、これはね結構良かったですね。っていうのもね、何がいいのかというと、まあ1回まず履いていきましょう。履いていきますね。めちゃくちゃシンプルな構造なんですよね。中に別にメッシュとか入ってるわけじゃないし、普通のただのショーツのパンツやねんけども、これやったらランニング用とかスポーツとしてもちろん履けるのはそうやし、日常のね普段着として使ったりもできるし、コンビニとかパッて行くだけの時にね履いたりとかもできるし、でなおかつこうストレッチ性もこう効いてるんですよね。だからもう部屋着にもできるし、外履きでもできるし、運動でもできるしって、結構これ幅広いなと思ってね、なんでこれ人気ないんかなと思ったりしたんやけども、よう考えたらあんまり YouTube とかでも、ね、出てなかったんですよ。だからこれ実は隠れた名品なんちゃうかなと思ってね、今回1位にさせていただきました。でなんやったらですね、僕以前動画でも言ったんやけども、これのレオパードっていうね、あのヒョウ柄みたいなのも購入しました。でもそれは欲しかったんですよね。この黒カッて履いた瞬間、あこれええやんと思って、ただ黒は僕あんま履かへんから、何がいいんかな、レオパードあるやんってことね。僕あのやっぱ大阪に住んでるから柄が好きっていうのもあったりしますし、上に柄持ってくるのってちょっと難しいけど、そう顔から離れれば離れるほど柄って合わせやすいでしょ。だからね、あのこれレオパード推しみたいになってるんやけども、レオパード別にあの好きじゃない方もいらっしゃると思うんでね、まあ、僕は好きやからそうやってやってるんやけども、そういったことでこちらのベースショーツがね良かったです。っていうのも他のアウトドアショーツとかやったら結構伸びひんってあるんですよね。ストレッチ性があんまりないっていうところでちょっと履いててしんどいっていうのはあるんですけど、これに関してはショーツなんやけども履いてても楽ちんやし、例えば寝返り打つ時とかでもね、寝ててもこれ履いてても全然いけると思いますし、それでいて値段もなんか 20% ぐらいで安かったんですよ。だから僕あのレオパード買ったんやけどもね、5000円ぐらい、5000台とかで買えるんで、他のアウトドアメーカーを考えると、あ、ぐんと安いんじゃないかなということでね、こちら第1位ということになってました。一応ワイルドシングスってここの膝のとこにあるのと、あとは右のポケットのところにワイルドシングスってあるけども、まあそれ以外は特にシンプルな感じなんでね、お前それ何のショーツ履いてるのとか言ってね、友達とかとね集まったりとかした時に聞かれたらね、あこれワイルドシングスやでって言って、あパタゴニアじゃないんか、あノースフェイスじゃないんかっていうところね、ちょっと人と若干違う雰囲気もあったりするんですけども、そういった方なんかにはねおすすめかなと思います。はい、ということでね、ランキング発表したんですけど、ほんまねこのバギーズショーツあたりなんかも、ね、入れようと思ったんですけども、これに関してはもう散々喋ってるから、まあ新しい発見は特になかったんですよね。やけど今回紹介した 3-2-1 はね、やっぱ新しい発見があって、履いてて楽やったりとか、ちょっと見た目の雰囲気変わったりとかっていうところで面白いなと思ったんでね、こちらランクインさせていただきました。来月はですね、とうとう上半期買ってよかったものということで、2022年もとうとう折り返し点まで来ましたのでね、上半期買ってよかったものっていうのを紹介はするんですが、そのタイミングでね買って使わんかったものっていうのもあるんですよ。でそれはファッション以外にもね、高い買い物したけど使わんかったものもあったり、微妙やなっていうのもあったりするんで、それは上半期で買って失敗したものっていう動画と、買ってよかったものっていう動画をねまた出したいなと思いますので、また見ていただければなということで、本日はですね買ってよかったもの4月5月編を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。